もうこれ以上老人たちと戦うのはやめてください。あんたは無料診療所の看護婦さんか。いいんじゃよ、この戦いはわしらが自ら望んで仕掛けた戦いなんじゃから。どうせわしらはこのまま生き続けても無意に怠惰な時間を過ごすだけの余生なんじゃ。ならばいっそ戦いの場で華々しく散りたいと思い続けていたんじゃよ。いいえ、お年寄りにはお年寄りにしかできないことだって必ずあります。こんなところで無駄にする必要なんて、あなたたちにだって誰かの愛情を受ける資格はあるはずだわ。これでいいんじゃよ。面白きこともなきよう面白く。お主、先ほど看護婦などと呼ばれていたが、もしやお主も大神官の血を引きし魔道が使える娘なのか。その割には頭に角も生えてないみたいですし、愛情だなんてまるで邪教徒みたいな言い草でしたわ。私はアイテムの力を使って治療を行っているんです。それよりもあなた、さっきから随分と顔色が悪いようですけど。余計なお世話よ。これは私の名はドミナ。これでも医術には多少の心得があります。私もあなたたちのお供の一人に加えてはいただけませんでしょうか。わしももう年じゃし、ルピルピもかなり衰弱しておる。まさに渡りに船というやつだな。医者だって言うんなら歓迎させてもらうぜ。ありがとうございます。あんな重病人を一人で戦場に向かわせるなんて、私にはまさかこの女、私のアイドルとしての地位を脅かそうと企むジジイフェチなんじゃ。